オカピーです。いつも動画ご覧いただき本当にありがとうございます。皆さんね、志が高いです。やっぱね、卓球上手になりたいじゃないですか。上手になりたいあなたに有益な情報を今日もお届けしますからね、ぜひぜひ受け取ってくださいね。今回のテーマはこちらですね。成長理解力アップ、卓球 YouTube 活用法ということで、ね、お届けしたいなと思います。これね、これたった一つの確認であなたの卓球ライフが変わっちゃいます。そう、変わるっていうのはいい方向に向かっていきますということでございます。はい、まずこれ確認しなきゃいけないことがですね、体への負担。そうなんです。いろんなこう卓球指導動画とか、まあまあ DVD とかこういろいろあるじゃないですか。で、皆さんはやっぱり強くなりたいと思って、まあ、僕のこのチャンネル見たり、他の YouTuber の方のチャンネルを見たりですね、いろいろ参考にして自分の中でその練習を取り入れて、で上手くなるきっかけをこう掴もうっていう風にしてると思います。あとは、まあ、動画の中でこの人がこんな風に変化しましたよとかいうのを見て、あ、僕も私もこんな風にいい感じに変わりたいと思ってその練習を参考にすると思います。でもなかなかこううまくいかないとか、うまくいったとしても長いことすると、ここにも書いてありますけど、こう力んだり、こう疲れたり、こう痛みがこう発生したりとかですね、なかなか長く練習ができない。まあ長くっていうのは1日とかその1回の練習時間が長くとかじゃなくて、その練習を継続してすることができないとか、そう、それはものすごいこう危険信号なんですよ。この痛みとかこう疲れとかっていうのは自分の体に負担がかかっていますよっていう自分自身のブレーキをかけるための信号ですので、そこをやっぱね、無視をしながらやっていくと、肩を壊したり肘壊したり腰痛めたりですね、膝とかこういろんなところが壊れてきます。そう、それはやっぱ部分的な負荷がかかってるっていうふうに自分の中で感じてほしいなっていうふうに思います。で、いろんな YouTuber さんの動画を参考にして練習される、まあ当然僕のやつもね参考していただいてると思うんですけども、体の負担っていうところをやっぱ一番大事に気にしてほしいところなんですね。で、これ楽かどうか、その見たままのことをやってみて、それが楽なのかどうかっていうところを自分の体と自分の体に目を向けて、自分の体の声を聞いてこう内観しながら取り組んでもらうっていうのがいいかなと思います。で、卓球の特性として、当然この狭い相手との距離が一番短い球技ですので、その中でやっぱスピード、とてもとても関係するじゃないですか。あとはまあパワーも、あとは思考ですね、作戦、そう、戦術を立てるためにも、もう多分 0.2、3秒ぐらいでパパパッと決めて、パパッと行動しかなきゃいけないんですよ。で、その中でやっぱ卓球で一番 大切な要素としては、こう楽に早く強くっていうのが大事になっていくんですよ。で、この楽に早く強くやろうと思ったら、体に一回一回負担をかけていると本当にね、すぐ壊れますから。で、それが壊れちゃうのが、こう体力がないとか、普段使っていないところを使い出したからこうなるんだとかいうふうに言われたりしますけど、僕の中ではそれ違うと思うんですよ。普段使ったことがないところを使ってやるのって、例えばフットワーク練習をしましょう、フットワークの動画いっぱいあると思うんですけど、すぐに息切れたりハーハーゼーゼー言いながら、まあ移動距離とかもあると思いますけど、移動距離とかスピードとかもあると思うんですけど、ゆっくりやってるにもかかわらず疲れてきたとか、それって、負荷かけてるだけじゃないのって、それ続けたら結構やばいっす。本当にね、本当に危ないっす。そう、こうやってなんで僕がこう動画を出してるかっていうと、こう皆さんの卓球ライフがより良くなるために、本当長く長くですね、卓球を楽しんでいただきたい。卓球のせいで体怪我するとか、そういうストレスが溜まるっていうのはもう言語道断なんですよ。もうそんなこと起きちゃいけないんですよ。楽に楽しくやれるっていうことの
皆さんにこう有益情報としてお届けしてるんですけど、その中でやっぱね、この体への負担っていうところをね、やっぱね、一番に目を向けてほしいです。で、もしですよ、この動画を見て自分で取り組んだ中で、こう、力みとか疲れとか痛みっていうのが発生したらですね、自分の中で変換をして、楽に早く強くっていう方に目指してやってほしいなというふうに思います。そんなのわからんっていう場合も多分あると思うんですよ。そういう場合は、ここ、筋弛緩法って書いてありますけども、自分の筋肉を緊張させたり、緩ませたりとかして、ちょうどいい物差しが出てくるんで、その中でちょうどいいこの間を自分の中で探すっていう作業をしていただくと、ここからこの先は体への負担がかかると。ここからこの先は楽にできるけど、力抜きすぎて全然体動けないとかいうこの物差しが出てくるので、その中で自分の目指す場所を探すというふうにやっていただくといいかなと思います。で、まあいろいろ例えば、まあ単純にですけど、楽に早く強く動きたいと思って、アンクルウェイトですね、足首に巻く重りをつけてフットワーク練習をした後に外すと体が軽く感じたとかあると思うんですよ。あとこう素振りとかでも重いラケットを使ってこうやってると、自分のラケットに変えた時にとても軽くなって楽に早く強くできるようになったとか、そういう負荷のかけ方であれば問題はないです。だって楽がわかるんで。でも負荷をかけたままのかけっぱなしの状態は絶対に良くない。これ本当に壊れるんで、てか壊れてるんで強く言ってますけど、はい、もうここ間違いないので、それでこの動画がいいのか悪いのかという判断もできるようになっています。で、実際にじゃあすぐその場でその練習ができるかってできない場合もただただあるので、例えばこう動画とかでも通勤途中でその電車の中で見ていただいたりとかですね、そういう場合もあると思うんですけど、こうイメージでもそういう感じることができるんですね。これミラーニューロンっていうモノマネ神経を使った方法なんですけども、これちょっと前というかだいぶ前に試合の分析の仕方、試合の見方、ビデオの見方っていうことで、それも動画でこうミラーニューロンの方法を出してますけども、自分がその選手になりきる、その選手の脳みその中にバッて入り込んで同じ動きをシミュレーションするとですね、この動きしたら腰痛くなるんじゃねえとか、この動きしたら肩痛くなるんじゃないとか、ストレスか体のどっかにストレスかかるんじゃないっていうものが分かって、まあこう分かってきたら、本当にもうやらなくても見た瞬間に、あ、これはいい、これはダメだっていうふうに分かってくるんで、そうするとチョイスしやすくなってくるんですね。そうやって自分で頭の中で処理するっていうことも可能になってきます。当然僕の動画を、僕のいろんな技術動画を試してもらった時に、で、僕はこの体の負担がないように、本当自然にただただごく当たり前のボールが飛んできて跳ね返って飛ばす、飛んでいくっていうところに目を向けて、ボールを主体的に考えて、そのサブアシスタントをするラケットさんの動きを自分が妨げないようにするっていうことを推奨していますので、多分僕があんまりやんばっていうのもなんですけど、僕の目指してるところはこれない、本当に楽に早く強くっていうところを目指して動画をアップさせていただいてますので、一回取り組んで、そう岡野さん、そう岡 P さん言ってることは本当にそうなのかっていうことを取り組んでいただいて、もしですよ、もしなんか力みとか疲れとか痛みがこう発生したってあれば、もうすぐコメントバーって打って、こんな状態になりましたと、なんか僕おかしいんですかとか、岡野さん言ってることおかしいんじゃないとか、そういう指摘をですね、こういただけると、僕もまたいろいろ試行錯誤をしてですね、お悩み持ってる方にリクエストをお答えするという形でフィードバックをさせていただいて、皆さんの卓球ライフがより良くなるためにこうお手伝いをしたいなというふうに思っております。こうもう一回言いますけど、たった一つの確認だけなんですよ。体への負担、もう本当体への負担だけ必ず目を向ける。もう動画見ててもそれ負担かけっぱなしやんかーいうのまあまああるんですよ。
これね、自分でやって本当に感じてやばいと思ったらそれ危険信号なんで、自分で自分を止めてくださいね。はい。で、本当に楽かどうか、本当に楽に早く強くそれができるのかっていうところを目指してほしいなと思います。で、最近の僕の動画の中でおすすめっていうのがやっぱ木べら練習ですよ。これワールドラバーマーケット の、 あのシャアさんがコミュニティの中で教えてくれたことなんですけども、あれをゆっくり丁寧に行うことで全身力感なく打つことができるので、ただただその全身の動きを早くパッとやったら楽に早く強くできる感覚が僕の中ではありましたし、チキータをやってもらった鹿島さんも同じ感じを受けたので、感覚を覚えてもらったの で、 で体の負担もないと、そういうところを感じてもらったんで、どん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 それを練習取り組んでいけれる、レベルアップができる、そういうふうにつながっていくんじゃないかなと思います。で、これ一回体験をすると、そういう目で他の方の動画を見たり、あの他の方の動画を自分なりに楽に早く強くの方に変換をして取り組んでいくようになっていきますので、自分の成長にものすごくこうアップつながっていくと思います。はい、今回はこの卓球 YouTube 活用法ということで、たった一つ、本当に一つだけです。体への負担だけ、自分の体と自分からの中のこの声を聞いて感じて、楽に早く強くできるように変換をして、卓球ライフ良くなるように練習取り組んでいただけるといいかなって思います。自然体が一番です。強制じゃないです。負荷じゃないです。自然です。自分でそれを感じれるように日々学んでほしいなというふうに思っております。はい、また次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあ、はい、あの卓球ライフサポーターオカピーのチャンネルはですね、皆さんの卓球ライフがより良くなるために、本当有益な情報をですね、こう毎日毎日プレゼントしております。今日入れて263日目ですね。はい、毎日今継続して更新しております。何かしらヒントがあると思いますので、ぜひぜひ受け取ってほしいなというふうに思います。で、受け取るためにはやっぱチャンネル登録ですね、そちらの方をしていただいて、で、いいねボタンもよろしくお願いします。で、何か疑問や質問ありましたらお気軽にコメントください。僕全部見て今のところ全部返信しております。で、それに対してまた皆さんが盛り上がってくれれば、そのお手伝いができればいいなというふうに思っておりますので、お気軽にコメントの方もよろしくお願いします。それではまた。